うちの猫がいなくなってしまって、近所の人とか友達とかに手伝ってもらっていろいろ探してもらったんですけど、全然手がかりも何もなくて、プロの方にお願いしようっていう話になって、探偵さんだったら大丈夫かなっていう、本当に大事な家族なんです。お願いします。探偵は見つけ出すことが仕事です。任せてください。ありがとうございます。よくあるので大丈夫ですよ。目星もついています。本当ですか？はい、すぐに見つかると思いますよ。お願いします。見つかりましたらご連絡差し上げますので、ご連絡先をお伺いしてもいいですか？あ、はい、番号で大丈夫ですか？はい、はい、ああ、はい、じゃあ僕が携帯出さない。あ、すみません。かけましょうか。いいですか？すみません。どうぞ。090の。はい。ちょっと待ってください。名刺、すみません。外れだ。あ、もしもし。あ、見つかった？あ、わかった。うん、うん。今？あ、今、駅前、うん。うん、探してた。うん、あ、うん、すぐ帰る。うん、じゃあね。はい、はい。あ、いえいえ、見つかったみたいで、猫、あ、はい、家に帰ってきたんで。なるほど、はい。あ、それでなんかキャンセル料とかはかからないんですか？あ、本当ですか？え、お帰りになられますか？あ、ありがとうございました。あ、え、あ、はい、言わないでもらえますか？はい、今の一連の流れを内緒にしてもらうことって可能ですか？ちょっと難しそうですね。ごめんなさい、すいません。お願いします。ごめんなさい。お願いします。いや、わかりましたよ、自分だって。すごい自覚はありましたって。わかりますよ。いや、そのスマホを見つけられないのに猫見つけられるわけないだろうっていう空気の中で、すごい頑張って探す。お願いします。言わないでください。この中途半端なサイズの街でこんな噂広まったら終わりなんですよ。わかりました。お願いします。はい、いや、もう帰ったら絶対すぐ言おうと思って。やめてください、本当に。スマホ見つけられない探偵で暮らしていくのはきついです。お願いします。わかるんですけど、はい、何でもします、本当に。はい、何でもします。好きな芸能人言ってください。
好きな芸能人言ってもらったら僕東京行ってあの写真パシャパシャ撮ってきます。あもうよくなくないですかそれは。あ全然いいです。いや全然いいです。よくないです。これも言わないでもらっていいですか。あそうですね、確かに。あそうですね、お願いします。はい、終わりぐらいに使いそうでした今。あどうも、はい、お願いします。すみません、お願いします。いや別にいいんですけど全然、はい、あのホームページに書いてあった番号って携帯番号じゃないですかね。あそれ見てかけたんで、はい、それにかけますか。えいいですか。はい、見つかったら言わないでくださいね。はいはい、お願いします、はい、ありがとうございます。かけますよ。よかった、はい、ありがとうございます。来てもらって大丈夫です。はい、来てもらって、はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。電話見つかったんで言わないでもらってもいいですか。任せてください。